おじさん、何してるんですか？え？暇なら遊びませんか？カラオケしたいけど、お金ないのよね。一緒に歌おう。ね？行こう行こう。カラオケ、カラオケ。コロッケ定位置、焼き魚定位置。あいよー。もつ煮込み店お待ち。おー、いいよ。ちょっと、こんなとこで読まないでよ。目立つから。いや、勉強するの初めてだよ。あ、おはよう、ミク。おはよう。ねえねえねえ、この間テレビ局でさ、女の人と帰ってたよね。あの人誰？俳優仲間。そうだよ。それとも詐欺師仲間？詐欺師？何のことない。痛い。え？お腹痛い。腹痛？痛い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 。食中毒か？そんなことあるわけないだろ。そんなこと言わないでくれよ。卵超新鮮。終わったらホテルで休憩しよう。じゃあ行きまーす。ヤンマン、さあ立ち上がれよヤンマン、今飛び出そうぜヤンマン、もう悩むことはないんだから。ヤンマン、モモ、死にたくなかったらこいつのことを話せ。成績は学年上位、水泳部。心流行りの女の子、お尻の小さな女の子、こっちを向いてよハリこの番組は、スズキ、ドコモ、コカ・コーラ、明治製菓、花王、味の素の提供でお送りします。よし、今日は一番左。ええ、あ、でかい。そこになんとなく隙間あるでしょ。読んで勉強してるか。活字見てって眠くなんだよな。まあそのうち身につくだろ。子供の発想ね。ガキに言われたくねえ。私のどこがガキなのよ。頭 IQ 140 180。え、身長が。お前ら小学生か。今回のミッションは総理から伝えてもらう。ちょっと離れなさい。総理集まりました。ミッションを伝える。美南学園という高校を知ってるな。名門の男子校だ。私がそこの名誉会長を務めてる。そこの教師が襲われ重傷を負った。クロスボウでやられた事件ですね。匠沢の動きは。匠沢？ミスター匠の動きは今のところ何も。襲われた教師が生徒のことを聞かれた。生徒なら
次は生徒が狙われるってことですか？その可能性が高い。情報を集めてくれ。頼んだぞ翔くん。初めてね、総理自らミッションを伝えるのは。なんか今回のミッションしょぼくねえが。確かに、テロリストが高校生一人を狙ったところで総理と政府は何が困る。この国に何の打撃も与えられないよ。そうよね。おかしいな。何でだと思うボス。いいから仕事を始めろ。管理指導部だ。教育者の指導をしている。今回の事件での女子高生に対する教師のハレンチ行為に関して徹底的に調査して。学園長はただいま海外旅行中ですので、すぐ副学園長。こんな時に学園長は海外旅行中。すいません、学校外での事件でしたので。学校外での女子高生とイチャつくのは学校の責任ではないと。すいません。名簿出して。はい。あ、しかしこれは個人情報ですので。教師を見るだけだ。あ、汚いな。これと同じものがあるなら出して。潔癖症なもんで。あ、すいません。どうぞ。どうも。なるほど、結構です。先ほどお渡ししたのを。返しました。え、いや返したでしょ。そうでしたっけ。そうですよね。夏休み中学校に生徒は。校内でのクラブ活動は自粛しています。ただ。ただだけはこの水上競技大会が近いので。どこばっか。うちは男子校ですから。いい男ばっか。うちはイケメン高校って有名なんです。イケメン高校に偽りなし。分かりやすい。生徒の名簿だ。よく手に入れたな。京介ズルした。仕組んじゃねえよこの小学生が。ミスター匠が動き出した。 NSA からの報告でエシロンの監視システムがミスター匠の電話を傍受。相手はジェスタと名乗ってた。ジェスタ・ブルーム、イスラエル系アメリカ人テロリスト。90年代のアメリカ国内の爆弾テロはほとんど彼が。でもおかしいな、もう70を過ぎて引退したはずなのに。ずいぶん年取ったテロリストだな。MOE のチームがこの監視望遠カメラを押収した。学園の敷地を見合わせるマンションの一室にカメラは校内のプールに向けられてた。ああ、水泳部だけ学校にしてるの。ええ、イケメンが。テロリストは水泳部の誰かを狙ってるの。ええ、イケメンを。でも誰を狙ってるか分かんねえんじゃんさ。潜入するしかないわね。潜入するしかないかな。そうよね、潜入するしかない。じゃあ潜入は京介と、うん、クルス。はい。なんだ。京介と誰ですって。クルス。なんだその。あ、もうよし、クルス行くぞ。あー、ちょっと、ちょっと、ちょっと。なんだなんだ。あ、どうもお待ちしておりました。どうもどうも。いや、吉田会長のご推薦のコーチからご指導していただけるなんて。タコです。よろしくお願いします。あれ、君。ああ、どうぞこちらです。1週間後に迫った都大会に向け、お前らのタイムを伸ばしてくれる特別コーチをお呼びした。
型モノオリンピック候補吉田だ。同じく田中です。青春とは何だ。青春とは汗、青春とは涙、未来だ。未来を信じる奴は俺についてこい。栄光ある未来へ連れてやるぞ。俺の練習方法はな、独特だぞ。フルは使わない。スイミングの基本は体力だ。グラウンドで徹底的に体力をつける。丘の上の特訓ワールドビー。何それ。泳げないのダサ。青春とは俺だ。ついてこい。誰もついてこない。間違いない、圭一郎。これから水泳部員の監視を始める。周辺の体制は。こちら岡野、待機完了。海猫、監視を始める。こちら日暮らし、待機完了。70代の男に注意しろ。テロリストのジェスタブルームだ。狙われてる生徒って誰なんだ。ねえボス、離れなさい。じゃあ最初は鈴本くん、君は泳ぐときに体の軸がぶれてるわ。腕が内側をかきすぎるからそこを修正して。はいコーチ。佐藤君はブレスのときに両手が小さくなる。もっと遠くに腕を伸ばして水を捉えるの。やってみますコーチ。素直でいい子。君、あいつに指導なんかいりませんよ。すっげえんだから。先生、あの子は。ああ、トールですか。うちのエースです。淡水路の記録保持者で、インターハイの自由形役で2年連続優勝。高校生になってまだ負けなし。おい、トール、肘落ちてないか。本当あげたらどうだ。うるせえ。うるせえ、うるせえんだよてめえは。俺の言うことなんか聞きやしねえ。仲間も作らず自分勝手なメニューで。注意しないんですか。無意味なんですよ。あれで来年のバンクーバーの一時候補に選ばれたんですよ。オリンピックに。断っちゃったんですよ、トルのやつ。オサム、名簿にある山口徹っていう生徒調べてくれ。ラジャ、情報管理プログラムのデータベースで調べてみる。やめろ。なんで。命令だ。聞かなければペンタゴンにハッキングして機密情報を盗んだハッカーとしてお前を告発するぞ。それだけは。どれもいまいち。ああ、お風呂先。京介さんどうぞ。ああ、すいません。うん、何してんの、ミカ。特集任されて。渋谷で見かけたイケメン君。今日写真撮ってきたんだけど。はあ、どこがイケメンよ。京介さんのがずっといいよ。
あんたの好みじゃないの、うん、別にほら小学校の時のさ初恋のともくんそっくりじゃん京介さん。言ってないってかな。あのちょっとお口を挟むようですが、そことこ今すごい評判でしょ。ほらあのテレビでなんか誰か言ってたと、あのなんて学校だっけ、イケメン学校、あれね、美男学園。ああ、うん、そこ行ってさ写真撮ってくれよ。いい男いるよきっと、うん、あそこダメ、取材拒否の学校なの。ん、吉沢総理が名誉会長で。へえ、総理が、総理の意向で2年前から取材拒否。噂じゃね、総理がよそに作った子が入学したらしい。それってつまり、そう、愛人の子。うわ、いやらしいね。あ、それお前んとこの新聞だったら、まあ単なる噂でしょ。まあ当たり前じゃない、うちはいかがわしくたって何だって記事にしちゃうんだから、うん、自慢すんな。こちら監視チーム、これよりプールの水を採取、毒物検査を行う。昨日のこと。ああ、重傷だってな、心臓外れて命は助かったらしいけど。急いで武器を作った。水中銃には水中銃ね。敵の矢が心臓を貫く矢ならこっちの矢は一時的に敵の体に当てて麻痺させることができる。水中の中でもかなり速いし命中精度も落ちない。向こうの水中銃よりはかなり強力よ。名付けて負けるも。ほう、和風ネーミングね。2万5000。ああの秘書からさクーポン券もらったんだけど使えるかな。使えますね、割り引きましょう。おう、 0.1% なくてもいいね。監視を強化するため熱感知センサーを学内の9カ所に設置した。あの赤いポイントは監視チームの位置を示してる。全監視班51号班を発出。クルス、発出完了。海猫完了。狼完了。日暮らし完了。これで他の人間が侵入した時赤いポイントで示される。あそこに赤いポイントがたくさん。プールだよ。生徒たちは熱感知を遮断する51号班を持っていないから、テロリストがプールに紛れ込んだら捕捉できなくなる。70代の男だ、すぐわかる。伝説のテロリストジェスター・ブルームが育てた娘たちよ。吉田総理の過去をもう存分苦しめるがいい。今度は殺しても構わない。ターゲットは吉沢のこの生徒だ。浦上さん、浦さん、あんた遅いんだよいつも。とに暴れてこい、ジェスタの姉妹兵。みんな水を下に押すんじゃなくて後ろに押すイメージね。分かったかな。分かりました。よし、タイム上げていくぞ。あーあー、じゃあ位置について。よーい、コーチ、お願いしたいこと。なんだ、大丈夫か。違います、僕たち100のメドレーリレーのチームなんです。メロディ、俺が背泳ぎで、ブレストは俺、俺がバタフライ、自由形はトールなんだけど、あいつ今年の大会リレー出ないって。
俺たち個人のタイムじゃ全国大会には出られないんだ。トールとチーム組んでいつも優勝してる。いつも4人で頑張ってきたんだ。トールと一緒に出たいんです。暑苦しいなお前ら。俺ら中学の時からすっげえ仲良かったのに、高校入ったらあいつ急に冷たくなって。今年はリレーに出ないって。あいつとリレー出るしか俺たち大会出るチャンスがないんです。出るように説得してください。なんで？コーチでしょ。驚いたよ、こんなところで教え子に再会するなんてな。圭一郎、お前どうして？人違いですわ。めんどくせえな。どうだ、練習してるか。うるせえ、向こう行け。行かない。なんでリレー出ないんだ。仲間が寂しがってるぞ。俺に仲間なんていたっけな。リレーの仲間だ。仲良かったんだろう。何かあったのか。先生に何でも言ってみろ。仲間じゃねえし、あいつら俺にすがってるだけ。俺がいつも4番手で泳いでトップと2秒差縮めてひっくり返してんの。だから仲間なんていらない。俺もそうだ。一人で泳いで一人で勝つ。仲間なんていらねえだろ。いや違う違う違う。なんだよ、なんでオリンピック目指さないんだ。注目なんかされたくない。嫌なんだよ注目されて。いろいろ聞かれんの。聞かれんの、しつこいよお前。総理がよそに作った子が入学したらしい。愛人の子。トル、なんだよお前。家族は？は？はい、すぐに折り返します。はい。おー、みんな来て。今な、田園調布女学園の末部から連絡があった。田園調布女学園？そうだ、女子生徒がな、差し入れを持って応援に来たいそうだ。賛成の人。はい、はい、はい、よし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 。心臓外科の柏木京子さん。東洋タイムスの平原と申します。チェ・ヨロイのことよね。ええ、お話を伺いたいんです。京介、あ、じゃなくてそのジェ・ヨロイという男はあなたを結婚詐欺で騙したんですよね。感謝してる別れに。確かに貯金した300万全部騙し取られた。でも お付き合いしたのは半年だけ。私あまり良くない病気なもんだから彼がずっと付き添ってくれた。それ私だってバカじゃないですからね。嘘だって分かってたけど、彼の嘘はどこか透明なの。汚れてなかった。真実と変わらないくらい透明で、私を安らかにしてくれた。最後までこんな私のことを。来た！
おい、みんな来たぞ。おい、プールサイド走るな、走るな、ほら、どこだ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 、いたぞ。お待ちしてました。どうも、うるさいよ。あ、どうもすみません。ようこそ美男学園。あ、こいつらがうちの水泳部員です。超恥ずかしい、照れるでございます。いい男ばっかり。私たち田園調布女学園から来たイケメン大好き4人組です。こっちおいで、ここにおいで。異常なし。ジェスタブルームが現れる気配がないな。おかしい、彼のデータをもう一度洗い直す。急げ。タコさんウィンナーどこ行った。先生。先生じゃない。そうなんですか、うん、あはい、うん、おいしい、おいしい、おいしい。またね。もう一回、もう一回、もう一回。どうだ、火薬反応はなし、重機も携帯していない。タコさんウィンナー欲しい人。はい、はいはい、おとる、一緒に行こうぜ。うまいよ。かわいいよな、あの子たち。なあ、とる、メドレーリレーのことだけど。しつこいな、出ないって言ってんだろ。そう言わないでさ、一緒にやろうよ。いつも俺一人の力で勝ってんの。優勝してメダル4個俺がもらうならいいぜ。出ても、4人ともスキャンした。火薬反応はない。コーチ、なんだトールのやつ、やっぱリレー出ないって。知るか、コーチでしょ。よし、トル、仲間とは何だ、友情とは何だ。みんな一人で生きてんじゃねえ。一人は仲間のために、仲間は一人のために、そういうもんだろ。スポーツってもんは話せ。話すもんか。お前も仲間の熱い気持ちをな、こうタコさんウィンナーみたいに話す。一人でいいって言ってんだろ。一人で何が悪いんだよ。一人で生きててお前なんか文句あんのかよ。誰にも迷惑かけてないだろ。うるせえ、うるせえんだよてめえは。一人でいいっつってんだろ。一人でいて何が悪いんだよ。一人で生きてて文句あんのか。誰にも迷惑かけてねえだろ。おい、トール、トール、どけ。ねえ、競争しない？私たちメドレーチームなの。勝負しようよ。メドレーチームは誰だ。俺たちだけど。先生、どうですか。あ、せっかくだからやってみるか。やってやるよ。おはそちゃん、久しぶり。元気だった。イエーイ。
あんた将来は立派なジャーナリストになるって言ってたのに何？東洋タイムズの記者やってんだって？大きな新聞社みんな落ちちゃってさ、まあいいじゃん。それでこんなこと本当はいけないのよ、高校の新聞部で頑張った仲だから。咲子様、鎧京介のこと調べたわ。彼北海道の網走中央刑務所で懲役30年の刑を執行されてる。30年。それが1ヶ月前に仮出所の申請が出て。出所したんだ。通常ありえないわ、懲役30年なのにたった数ヶ月で。担当の保護司は東京のセントアグネス教会の神父なんだけど。ここ吉沢総理大臣が。なんで？マジに強えかも。本当だ、トール。ビビってんじゃねえよ。クロスボウと金属の矢を使うテロリストの情報を来た。 CIA のやつら大使館通せとかってなかなか教えてくれないんだ。ジェスタブルームじゃねえのか。コードネームジェスタの兵。ジェスタの兵？ジェスタブルームの兵隊ってことか。 CIA カタルかイギリス情報局に取り寄せてみる。急げ。とはいえさすがにハンデはつけないとな。メドレーだと女子と男子では15秒のタイム差があるし。いいわよ、15秒のハンデで。かわいそうだから20秒やるよ。油断しちゃうと負けちゃうよ。よし、負けねえよ。行くぞ。テイクアンマーク。展開ね。裏はねえか。この展開に裏はねえか。18 10 20。頑張って、頑張れ。狙われてんのは誰だ。体育館に侵入者だ。みんな頑張って。了解。俺がひっくり返してやるよ。クロス！
ジェスタの兵って日本人だ。日本人？ジェスタが育てた娘。そうか、テロリストは若い女。キョウスケ、女子高生4人組だ。一人で何が悪いんだよ。一人で生きて文句あんのか。お前家族は。総理がよそに作った子が入学したらしい。注目なんかされたくない。嫌なんだよ注目されていろいろ聞かれるの。うるせえ。誰ですか、あんたたちは。僕たちが何か。スリアで万引きした容疑だ。出なさい、この娘たち。なんで負けた。トール、なかなか一芸だった。よし、なぜトールがターゲットだって分かったの。テロリストはどうして。あの子、あの子誰なの。
俺のせいだ。俺のせいで。俺が最後根性なくて。だらしねえな。負けたの悔しいけど、トールのせいじゃねえよ。お前のせいなもんか。四人のせいだよ。そうだろ。みんなで力合わせたんだ。一人は仲間のために。仲間は一人のために。ほら、コーチも言ってたろ。テロリスト4名を拘束し、警視庁に引き渡しました。桐山、よくやった。彼女たちが狙った標的については私の胸の中に。しかし総理に16の、いや、お盛んですな。言葉が過ぎるぞ桐山。あ、すいません。ただ仕事ができる男だと言ったんです。なら京介も仕事ができる男か。いい女に弱いんだろ。弱いというか、たらしというか。誰の子だと思ってんだ。またあなた、あの子たちの気持ちを元のように。あの子たちは負けたからこそまた一つになれた。トールの足を打ってわざと負けさせたの？知るか。あとこの巣だ。自由の身になるまで。あなた本当は心も綺麗に。ドロシ。おかえり。今日のあんたすごい優しい顔してる。俺と同じようなやつになった。俺と同じような目して、俺と同じことをどうしちまったんだろう。なんかあいつ見て泣きそうになった。バスの中で助けてくれてありがとう。あんたのこと調べたの。あんたの過去、私の命を救ってくれた人のこと、もっと知りたくて。鎧京介、あなたは誰？また鎧京介が邪魔を。よしさんめ、京介を味方につけおって。